オリックス戦で球場騒然の珍事遊撃手の義母と白井審判が衝突。審判は石ころと同じです。どっちが悪いんやこれは。明らかに審判が走る方向間違えてるくね。ボールに向かって走り出してるやん。審判が何したかったんか普通にわからん。これなんでボールに審判が突っ込んでるんや。審判やって人間やから芝生の上ではしゃぎたいねん。わかってやれよ。これで選手怪我させてたらやばかったな。まあ白井がちゃんとショートの位置確認しとくべきってのはそう。怪我がなくてよかった。京セラの白井とかいう魔物。試合中だし白井の本心はわからんが愛想悪すぎてそりゃ嫌われるわって感じ。白井って何かと話題になるよな。やべえのはぶつかった後の態度だろ。まず選手に謝罪せいや。紅林だったら白井もっと吹っ飛んでそう。審判はジャッジしやすい位置に移動することが望ましいけど結果プレイの妨げになるのなら審判が悪いわ。なんなら審判から体当たりしてるんだな。これには朗希もにっこりやね。